お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのメガナイトスキキン枯渇やっていきたいと思います。さあ、今の環境ですね、枯渇がちょっと強いんですよ。というのもやっぱスキキンと枯渇、まあこの小物系の相性がいいので、まあ、スキキンプラスの枯渇デッキっていうのがね、すげえ流行ってます。で、まあこういうの紹介するとね、スキキン持ってない人はでも泣くしかないと思うので、一応代わりを紹介すると、スキキンをまあロイジェイか、スキキンをロイジェイで、スケバレをプリンスですね。2枚変わります。はい、2枚変わるんですけど、というのもまあここの、2枚ですね、スキキンとスケバレのまあ相性がいいので、まあここどっちか外したらどっちかいらないよねっていうところなんですよね。で、なんでスキキンロイにしたら、あとは全体的にね、火力がなくなる、防衛力が落ちるので、まあ高火力枠のプリンスが入ってくるよっていうので、まあロイプラプリンスでもね、はい、全然いけるし、なんならマルチでもね、はい、上位に行ってる方がいたと思いますので、ぜひやってみてください。というわけで、今日は僕はねスキキン型でやっています。さあ、エンジェル、よろしくお願いします。で、まあこのデッキはね、スペルがないんですよ。まあゴブリンバレルはスペルか、一応ね。まあスケルウッドとかファイアボとか、まあそういうのはない分、まあたくさん攻めて、できるだけユニットなんか難しいな、できるだけ攻めまくってね、はい、自分のペースをこう掴んでいくのが大事かなと思います。さあ、あー、これタル咲いたから停止してもよかったかな。タルババですね、今回の相手は。いやー、近畿道ですよね。まあそりゃそうです。これはね、僕のバレルの位置がね悪うござんした。さあ、復帰やーとかでもね、攻めながら、でスケバレー飛ばしたタイミングとかでね、ケツスキキンとかできると熱いんだけど、さあ、インドトルネですね。なんでしょうか、これどうしようかな。暇なんでスキキン出しちゃうか。だからザッピーは防衛で結構重要で、あー、これバルーンフリーズですね。そう、防衛で重要なので、ザッピーは今回あんまね咲かずに行きたいですね。で、こっちに飛ばして、こっちに飛ばすと樽が回ってなくて結構きついんじゃない。相手あれガン虫だな。いやー、そうですね、ガチ強ですね。いやー、これは気合で耐えたいな。気合で耐えれないかもしれないんだけど、まあタワー落ちないぐらいでいこう。よいしょ。さあ、トルネもね、何かをされるかもしれない。一旦ここで、あー、いや、これザッピー間に合わんかな。これザッピー間に合ったらあっちんだよな。いやー、微妙。一応間に合ったんだけど、みたいなね。さあ、感じで、これスキキンでちょっと行こうかな。タルじゃない、ランバ。いいよ、いいよ、勝てる。スキキン勝てる。さあ、で、スキキンが勝つからの、あー、ボーリーか。まあ、意外とでも俺耐えたんだな、右のタワー。思ってるより耐えた方ではある。さあ、いや、痛いね。思ったより受けちゃったね、でも。で、僕はもう左サイドめっちゃ攻めて、なんか、最悪11になってもいいからっていうか、左を絶対折らないと、もうザッピーにフリーズされたらみたいなとこあるんだね、僕は。まあでもどうだろうな、これ出してもいい気がすんな。ワンチャン金起動たまたまできたらラッキーぐらい。いや、本当にできた。熱い。さあ、これは多分守れないので、僕もこんな感じで攻めます。いや、なんなら止まる？いや、止まるな。いや、これ守れたのさ、結構びっくりというか、ラッキーなんですよね。で、こっち側もね、これもなんか攻めてあげて。いや、ライダラうざいけど、このフキアもやっぱ相手絶対うざいからな。で、ザッピー出してあげて。いや、いいよ、いいよ。熱い。なんか、流れが急に良くなってきた。ね。さあ、いっぱい攻めてあげて、ちょっとトルネードとか使ってもらってね。熱いんちゃう？まあここはタルかトルネかどっちかだよね。さあ、タル使ったってことは次トルネとか、まあ復帰とかちょっと早めに出してね。さあ、でトルネ使ったんでフリーズしかない。オッケーオッケー、ユニット離してる。オッケーオッケー、熱い、スキキンでカウンター。オッケーオッケー、待って、あるぞ。これスケバレのラックダメージ入るだけでも熱いんでね。でトルネか、トルネ来そうなんで、ちょっと左目のね位置のこの、いや、スケベラックダメ。ラックダメ。待って、エメ。あ、バカ。やべ、終わったかも。終わったくせ。トルネ？いや、トルネだったら熱い。熱い。マジある。頼む。いやー、この位置よ。誰も合ってない。フリーズ使った。いや、鬼頑張ってる、マジで。鬼頑張ってる。さあ、
で、まあインド、いやーボーラか、いやこのザッピやったな。まだ、あ、もうゴリゴリ攻めてあげて、攻めはね最大の防御と。いや入る入る入る、マジマジマジやるマジやるマジやる、よしよし、もう攻めてあげて、こう守れないんだよもう。なんかええ感じに、いや守れるんかい。ちょっと待って待って、まさかの守れちゃったちょっと待って、まさかの守れちゃった。俺ももう必死なんだよ今、もう分かんないの、何がどうなってんのか分かんないの。さあこれ落下ダメ入るだけでマジででかい、落下ダメ入ればでかい。いやしかもバレルから外してる、あっけやば、ちょっと待って待って、なんで勝った。いやこれはこれはね、いやマジでやっぱ攻めまくったからだよね、もう守れないもんね。いや違う違う違う、とりあえずよく勝った、よく勝った本当に。さあナイス。まああの対空もねちょっと弱そうに見えて、ザッピーコウモリ吹き矢で、あとは、まあ、2枚でね適当にこう攻めて、回せばなんとかなるっていう、あとスケバレの落下で一応コウモリ処理とかもうできないことはないので、まあそれもちょっとね視野に入れながら、いや気合で気合でなんとかしましたね。で今回ヒースピメガゴはねスパーキーぐらいしか入ってないよな。あーそうですよね。さあこれはどうしようかな。まあいっぱいこのザップ枯渇枠が僕あるので、ここになんかザップとかを使ってほしいですよね。うん、さあ使ってくれないですね。でこれスパーキーがさ、俺の目がおかしくない限り先行してるんだよねさあ、いやこれでもやばい、待って待って、え危ね、いや先行してたよねやっぱ、危ね、先行してたけどなんか全然全然だな。あでもザッピ、いやザッピがいいね、オッケーオッケー、いやこれはちょっとラッキー。しかも相手ザップ使ったよね、ザップ使ったよね。いや一旦バレルでいっか、よーんスパーキー受けね。これちょっと左も行って、多分右は折れるんだよね。なんでまあ最後で無視されて右側、そうですね、ブッパ来るんだけど、これをまあ気合で守ろう。最後守れなくても1本取ってて870までいってるんで、まあキングおられないように頑張るぐらいだね。あえてザップもヒースピも全部温存してるからね。そうすごいの、全部全温存されてるんで僕は。まああと低めのこのゴブジャイに殴られなかったユニットたちは絶対強いんで、まあそこザップ使ってくるよね。え使ってこないのか。まあスキルとかも使って、いやスケキンのスキル優秀だな。これで時間稼ぎしてね、でコウモリと、おきおき、いや守れるんかいっていう。さあ危ねえ、最初のねあのゴブスパのレイジが一番怖かったけど、やっぱザップ枯渇は怖いんだよね。あとはスケバレで相手のなんだスパーキーの時間稼ぐとかもありですね。ゴブジャイって槍がね結局攻撃するのが強いんですけど、まあ、攻撃するからこそ溶けちゃうっていうね。さあこれね、でこれザッピー温存したいんでスケキンとか出しながらの、さあこうすると相手もねちょっとあれってちょっとうざくねってなるんで、でザップ使ったらまあ他が生きるよねっていう話で、あれ他が生きない、他が生きないと俺のゴッツプランが終わる、俺のゴッツプランが終わるし、なんならめっちゃ削られてるし、あれこれやばいな、これやばいよね。まあでもさすがに耐えれる、さすがに耐えれる、さすがに耐えれる。でバレルプラスの真ん中ね、真ん中スケキンの出番じゃないこれ、絶対そうだよね、誰がどう見てもそうだよね。うんガッシャンコ、あーげー、これをね完封するのはマジで。おしかもスケキン見てこの範囲、あーい危ね危ね、なんか負けそうだったけどスケキン範囲が広くなったんでね、これが強い、やばってくるんかーい。さあというわけで意外といい感じっすね。なんか多分結構強いな、完成度が高いというか、マジスケキンとこういう小物系いっぱい入れとけばなんか雰囲気いい感じのねデッキになっちゃうっていう。さあザップ来ないで、オッケー祈って、でこれね、はい美味しくいただきます、ごちそうさまです。いやこれマジでせこいよねこれマジでせこいね。しかもこれで逆サイスケバレ飛ばすんですよ。でこっちはねスケキンのスキル使ってみたいなのをすると、もうそれだけで相手きついんだね。さあこれでも俺タイミングがちょっと下手で全部消えちゃうかもしれない。いやしかもこれは相手の受けがうまいし、ウッドもあるし大砲もあるしアイゴレもあるんで、きつい、誰がどう見てもきつい。うん、まあでもウッドとかね使ったら相手も相手でね攻めが通んないので、いや顎が強いんだな、スケキンに対しての顎のさ
異常な活躍力がやべえやな。さあというわけでバレルにウッド、おそれはいいのか、なんか相手余裕かましてんな。バレルにウッド、スケバレに大砲、スケキンにアイゴレって感じかな。まあ、なんでフキアとかがねやっぱちょっと余るよね。ウッド枯渇枠これバカ多いので、あとこれ相手の同性レングで逆サイの方がいい気がするな。さあでこれはさすがに踏むか。まあ踏んでキング起動されるのも嫌だけどねこれ。まあまあまあさすがにしにくいでしょ。この後ユニットいっぱい追加すれば。いや頑張ってる、いや頑張ってるけどしにくいよな。相手も相手あれだな、ほらキング起動、キング起動しながらキング起動、キング起動待てよ、キング起動あ待て待て、見てキング起動もうしなきゃ依存になってましたね。あれやっぱ上手い人ほどねこうキング起動キング起動キング起動ってなっちゃって、キング起動することだけを考えてね、はい、ミスして、全て失うので、まあ、無理は皆さんね気をつけてください。無理だけはねもったいないですから。だって今の普通にねあのウッド打って、適当にユニットで受けてたら相手全然まだイーブンだったんで、ね、ちょっとねまあ難しいことしようとしちゃうとこうなんじゃねえよ、ずっとくさい。まあ上達するためにはね、はい、そういう難しいことにもねチャレンジしていくのは、ね、すごい大事なことなんでね、さあよろしくねと。まあとりあえずバレルとかスケバレ飛ばしたいっすよね僕は。言うの来たんでいいや、スケキンでいきます。さあ飛ばすぜ言うのベビ、ユーノベビユキ、わかんないけど。でここでスキャバレ飛ばしてからのここのスキルよね。こうすると相手ね両方抑えるのは結構むずいぞ。いやいいな、いいタルヤ、タルユキや、タルユキペッカラムだな、ラムユーノベビ、そうペッカラムでエレキもあんのか。まあ、だからエレキベビタルユキって感じで結構豊富だよね。その、この小物系に対してのユニットは。まあそこはちょっと厄介だなと思うものの、まあ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 、言うて相手もライトニングだと思うので、ザッピー突破できませんと。ここは、武者ですかね。さあ、エレキと。まあエレキ使ってくれるのはまあ、美味しいっちゃ美味しい。これどうしようかな。いや、この吹きは多分いらないな。俺低めザッピーからでよかったな。結局は高めビビとか来て困るんだよな俺が、俺が困るんで。よしでも低めザッピーマジで最強だからなこれ結局。うん、だから鬼の許容でいける。これラムボーイとか、さあでもペッカ出したらさぶっちゃけメガナイトで踏むとかでもありなんだな。ユキが飛んでくる、いやーこれなんか悩んだな今。うまい言うの受けかペッカと。まあ低めで一生ラム出しててもいいんだけどな俺。うん、あとはいっぱいなんかもっと攻めてもいい気がしてきたな俺。あれ多分攻められるだけね泣きたくなると思うんだよな。さあザッピーにライトニング打ってくる。さあザッピアくん、エレキか、あーエレキかなこれ。いい味出してんな。フキアがチク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 頑張って。でもザッピー固めゲイか、さては。よいしょ。もうザッピー最強なんでね。まあタルユキでハゲるか。で逆サイで、これな、いい感じにしてえな。一回これ、落ち着くまであるな。さて、やばい気がしてきた俺。今ザッピー咲いてるんでね。いやでもザッピーめっちゃ頑張るな。うん。いやでもこれ相手突破できないですよねやっぱ。なので。いや延命できんのかい。痛すぎる。タルでも使ったね今。いやタル使ったから高め止めか。やりますね。デリか。いやなんか
相手の方がさきつそうなんだけどさ、俺のダメージも意外と通んねえって。いやでもこれ絶対きついよな。でこの復帰矢がねゴリゴリ働いて、スケキンのスキルも使う。スケキンのスキルが生きてこない、全然生きてこないね。さあザッピー、いやでも入る。あ競技、いや頑張ってる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 。ベイビードラが来る、いやタルババが来た。で陸はスケキンで受けよう。よし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 、頑張ってるぞ。ザッピーが、もうザッピーがクソゲーしてる。もう相性ね、これ完全なる相性です。はい、もう 100-0 の相性ってやつです。いやしかも吹き矢残ったらマジであっちいんだよなこれ。でスケバレ飛ばしてコウモリとかもつけて、あでザッピーだ、ザッピーゲーなんだよマジで。ねあそこにタルとか使いたいな、ザッピーゲーなんだよ、ザッピー。よしよしであっちに使わせたらこっちが生きるよねっていう。でこの高めベビーは多分しばかれますザッピーに。あっ OKOK、 あっつでスケキンのスキルも使ってもうフィーバーですね。フィーバー、もう相手からしたら何をどうしたらいいのか分かんなくなってくる。でこういう時にちょっと大きめのねタルを飛ばすとエレキでただただ踏まれるんで良くないですよねと。OK、 いやこれは来たね、ザッピーゲーだ。ザッピーとまあスケブとかに読みザップとか来ると怖いけど、よいしょ。さあさすがにね、カチカチランドでございますと。というわけで、相手がシンプルにね、ウッドを持ってなかったら、その時点で、吹き矢もバレルもスケバレもね、きついんで、マジで無双です。で、相手が、なんだろうね、今回みたいにライトニングだったら、タルユキあって、エレキもベビもあっても、ライトニングだったら、ザッピー突破できないよねっていうので、マジで、なんだろう、本当に、ポイウッドユキとかね、ポイウッドザップとか、ファイブウッドザップとかないと突破されないですよね、大抵。はい、というわけで、鉄壁だしね、攻めもこう、なんか両サイぐちゃぐちゃにね、できますし、多分使いやすい方のデッキだと思いますので、皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。